アバンティーゼの英二さん死去、裁判で高波にさらわれ。4人組 YouTuber アバンティーゼの英二さんが今月1日に休暇旅行先の裁判で高波にさらわれ、搬送先の病院で亡くなった。22歳、所属事務所ウウムが公式サイトで発表した。サイトでは、エイジさんが2019年1月日休暇旅行先の裁判において浅瀬で高波にさらわれてしまい、救出後懸命な救命措置が行われましたが、搬送先の病院で息を引き取ったことが確認されましたと報告。関係者一同、未だに受け止めきれておりませんが、事実であることが確認された今、いち早くファンの皆様、お世話になりました皆様へお伝えしなければと、ここにお知らせする次第です、と当然の訃報を伝え、この度の事故は、休暇旅行中に起こり、当時動画投稿のための撮影は行っておりませんでした、と説明した。葬儀は家族の意向で近親者のみで取り行われ、当社としまして後日お別れの会を予定しておりますが、詳細は決まり次第改めてお知らせさせていただきます、としている。4日午前10時に訃報が伝えられた直後から、同社の公式サイトはアクセスが殺到しサーバーダウン状態に。同社の鎌田和樹 CEO も自身のツイッターで訃報を伝えるページの画像を公開している。同グループは普段から体あたりのチャレンジ動画もアップしていただけに、ファンからはブームを巻き込んだドッキリでしょ。ガチなの。信じられないよ。これだけは嘘であってほしい点点点と悲痛な声が寄せられている。アバンティーズは、エイジさん、ソラジー、ツリメ、リクオの4人組 YouTuber。中学時代からチャンネルをスタートし、高校卒業を機に本格化。暇な時に思わず笑えるくだらない動画から迫力ある映像表現まで幅広く挑戦している。